柳田、7年連続 OPS900 兆、通算 OPS 現役1位、 OPS1.00 超え4回。この化け物が日本代表じゃない理由、守備でやらかすから、衰えたからでしょう。辞退したんちゃうの。自分で断ってんのに理由もクソもないやろ。去年打撃微妙になって守備ボロになったから。ライト聖也 DH 大谷固定で出る場所ないから、センターは去年全くやってない。鈴木聖也、吉田正尚、ヌートバーに勝てないから。代表にスペはいらない。外野に枠取りたくないのにスペだからな。戦力には目づらい。お祭りなんだから実力より実績重視で言ってもよくね。ハンカチ世代って花があったよな。橋コース揃ってるアスリートタイプの選手多かったのもあるけど、いつの間にか通算4000打数も超えてたんだな。通算 OPS 歴代5位、通算出塁率歴代3位、通算長打率歴代8位、通算打率歴代6位。 WBC よりも日本一の方が価値がある。7年連続規定乗ってるんか。全盛期に WBC 出られなかった不思議な選手やな。金にならないから。ご視聴ありがとうございました。